シアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。ロックの件はモンストニュース予想していくってやつだぜ。さあ、というわけで今回も毎週恒例モンストニュース予想やっていくぜ。で、これはあくまで予想であって、みんなとワクワクしながら明日を迎えるためやってるから、そこはよろしく頼むぜ。オッケー、早速やっていこう。さあ、というわけでまずは去年のモンストニュース振り返っていくぜ。去年の2月24日のモンストニュースはいろいろ発表されたということで、まあ去年のこのモンストニュースワートリコラボ終盤を迎えていて、まあこんな感じのぎっしりの、まあ、内容が発表されたと。さあ、というわけで主な内容を見ていこう。まずはコラボクエスト以外の追憶の書庫クエストでもサイドエフェクトが発動できるようにということで、まあワートリコラボかなり気合の入った神コラボだったけども、最後の最後にこのサイドエフェクトという神仕様を追憶の書庫のコラボクエスト以外でも使用することができたぜ。まあ要するに運曲作りまくれたのよこれ。だからかなり作った人多いんじゃないでしょうか。まあ2年連続ね気合入っていたけども、今年のハガレンコラボ本当にどうなるのか。はい、というわけで次はオールスター感謝ガチャ開催。ここで危険なガチャをこんな感じでしれっと発表。さあ、というわけで次は超究極風シリーズ。ここで初めてやってきたぜ、ダイインスレイブ。はい、まあこんな感じになっていて、超究極風はワクワクの実と魂の紋章の効果が無効になるぜ。だから大幅強化ができない状況で難しいクエストをやらされるといったもの。まあスポットとかレベル解放、超線形解放はできるんだけども、まあこの2つが無効になっている。まあ結構ねこの最初難しかった記憶があるな。まあ例えば火柱を普通の方では無効にできるけども、風の方では紋章できないから、無効にできないと。まあ活躍したのが、ピリカとかヒツガヤ。あ、強かったな本当に。まあ結構差を離して、マスターコーブもいけたけども、まあ後にピリカとかヒツガヤって天魔6でも活躍したから、まあ登場当時そこまであったピリカを引いた人は結構少ないと思うから、まあ悔しい思いした、ところだよな。後に情報修正もらってマスターコーブ、ここで結構、まあ、いい感じになりました。はい、英雄の歌詞処理できる OK。 はい、次は新イベントオリンポスの威厳ということで、アポロン、イリス、ヘパイストスが追加されたぜ。まあ全員なかなか役目があって、普通にいい感じのガチャかなと。はい、アポロン3ギミック対応で、まあ普通に殴っていけるしサポートができるということで、その登場当時は爆絶のコキュートスいけたけども、まあ、後に近畿28でハマって、さらに EX でも活躍できると。この、SS でブーストかけて、聖徳太子を強化してかなり後半戦やりやすくするとか、まあ貫通的戦の中自分が反射でハマっていくという反射の強みを活かせたりとか、まあそういうことができて、まあいい感じのキャラだったかなというところ。さあ、というわけで次はイリス見ていこう。はい、このイリスは、ギミック的に豪絶アビリベーシャ適性で、まあ超バランス型と超暗示減速壁で動いて、まあ、殴ってはいける。でもやっぱ魅力がこの SS の弱点露出と友情コンボ。この友情コンボの追撃貫通弾が超バランス型と友情ブーストが乗って、雑魚処理やボスに火力を稼いでいけると。まあ、さらに弱点も出すから、そこでね、ビョーンとね、結構ダメージを出してくれて活躍したけども、まあ、その前に、出雲の重心化回とか、やっぱネオがすげえ強いということで、優秀だけども、そこまで、注目を浴びる感じではなかったかなという印象。はい、次は、ヘパイストス。はい、友情コンボヤバい系のキャラクターで、超砲撃にユークリもあって、弱点キラー M、ダウンポジションキラー L が素浴びで、この友情コンボに乗ってくると。だから、まあ、メダル周回とか、ノマクエ、そういうところで、活躍するキャラクターだったかなという印象。はい、こんな感じで一体確定のパックがあり、期間限定クエスト試練の門が去年の3月前半に開催されました。はい、こんな感じで、クラスエネルギーを、獲得して第5の試練まで進んでいくと。まあこんな感じのクラスコインというものを集めて、報酬と引き換えができます。こういうキャラクターがいて運極にできた。はい、これ、はい、報酬はこんな感じ。 OK。
さあ、期間限定クエスト復活祭ということで、ケーブさんも出てくる過去のクエストが復活したぜ。はい、重心化会はベートーベン、やってきました。はい、過去に結構活躍したよな、あの大号令で大暴れした、ベートーベン。なんか昔のモンストを思い出させる、キャラクターとなってんだけども、超アンチダメージボールをもらっていけるとこが増えました。まあ、殴りで言うと、超バラ、超アンチダメージボール、16バリアキラーで殴れて、で、もうベートーベンと言ったらこの大号令。これがコネクトスキルにアンチブロックあるし、超アンチ力バリアも素浴びであるから、まあ、たまにできますよというとこなんだけども、友情コンボのエナジーソードがもう本当に意味わからん、もうあの指揮者みたいな再現せんでいいのよ本当に。まあまあ全体的な性能でも踏まえてやっぱり、控えめかなという感じかな。まあ過去に活躍したモンスターモーツァルトも含めてそういうのもあまり強化されないのかなという印象かなと。はい、ピアノ弾いてるクリスマス、オッケー、はい、オッケー。さあ、というわけで次はモンストニュース予想に入っていくぜ。はい、ということでコラボ追加情報。前回のモンストニュースで大きな追加発表がなかったハガレンコラボ、いやこれは驚いたよな本当に。まあ錬金の神殿の発表あったんだけども、まああれって雰囲気的にコラボ終盤のモンストニュースで発表されるようなタイプだよな。まあそういうものがね発表されたんだけども、さすがに今週は発表ないと、やばいよな。マジでやることないのよ、このコラボ。いや結構その、レベル20も早く行ったし、そのあのポイントも結構余ってるから、本当にね、いい感じに発表してくれないと、まあ最近のコラボにしては珍しいタイプのコラボになってしまうよな。はい。で、前回のモンストニュースの最後に、追加情報ほぼ確定のような演出があったんだけども、まあ、皆さんもご存知の通り、この右の歯に注目、これが、まあ、原作を知ってる人にとっては、おーってなるね、ものが、登場しています。はい。で、毎回のコラボの、ように行けば、まあ、追加されるものは、やっぱり超究極だよな。で、ハガレンの、追加超究極は、まあ、このお父様以外はないでしょ。これ来なかったらちょっと意味がわからんというものなのよ。はい。で、まあ、一回勝てばいい系、まあ、勝ち切りタイプで難易度は高めになると思われる。まあ、右に例を挙げているけども、まあ、カイドウみたいな、難しいタイプで一回勝てば、運極もらえたりとか、この前の逆襲のシャアみたいに、進化解放、別の進化解放ができますよとか。でも今回って進化解放でできるタイプじゃないと思うから、まあ、一回勝てば運極もらえたりっていう感じなんかな。あれ、でも待って、でもそうか、あの錬成アイテム使ってくれってことになると思うから、その場合なんかまあまあ難しい周回系で、縛りミッションで錬成アイテム使わずにクリアでストライカーカードとかそれを取れってことになるんかな。いや、だったらまた周回タイプになる可能性は全然あるのか、これ。ちょっとわからんな。まあそういう感じのものがありますと。はい。それでやっぱり今言った通りに、このすげえ溜まってるポイントの使い道を用意してほしいよな。まあここでほら運極モンスターを交換できるとか、なんかね、他にちょっとやってほしいよな。これ、本若は今7万溜まってんだけど、サブとかってまた別のサブで入れて回ってるから、なんか20万ぐらい溜まってんのよ。本当に、ちょっと使い道を用意してほしいわ。で、さっき、ま、錬金の神殿あったけども、終盤でありがちな、戦家の書とか、アイテムを取れるもの、これぜひやってほしいかなと。まあ、今回って、第2弾だけども、第1弾が神化進化の時代だから、これ結構使おうと思ったら、戦家の書めちゃ使わなきゃいけなかったわけよ。まあ、今回ちょっとガチャがあれだったから、俺も使ってみたほとんど出してないんだけど、それでもやっぱちょっと先見の書ね、取れるやつはやってほしいかなというふうに思うぜ。はい。まあ、ほんとね、ハガレンコラボ、気合の入ったコラボだったのかっていうのは、明日判明するよ。まあ、しっかりしてくれるんであれば、まあ、かなりボリュームのある内容になると思うわ。だって、もう、残りまだ結構あるよ。ほんとにもう後半戦、って感じだから、終盤ではなくね。だから、ちょっとよ、運営さん頼みますわ。あ、マジほんとに。
はい、というわけで次のイベントの発表ということで、今回のハガレンコラボは3月2日終了というとこなんだけども、この後半戦に入るかなって言ってる中で、まあ実を言うと、来週のモンストニュースが木曜日だった場合、2日で、今週次のイベントの発表しないと間に合わないんだよな。うん。まあ、でもよ、なんかもうハガレンコラボが、後半戦行くぜって中で、なんか次のイベントの発表って、なんかあれだから、もしかすると、来週のモンストニュースも今週と同じように水曜日になるのかもしれないというのが考えられるよな。うん、ほんとどうなるんだろう。今回のちょっとハガレンコラボマジでようわからん。本当に。何なんだろう、これ。で、一応まあ言っておくと、この3月って一応毎年コラボやってて、しかも結構、まあ特徴があると。3月は、2015年から2021年まではずっと無課金コラボが開催されていた。まあ言うと3月前半とか3月中なんだけども、まあその場合は、新イベントも並行して行われている。で、ドラえもんと2020年まではずっとやっていた。だからもうモンストと言えばもうこの時期に絶対ドラえもんとコラボして、なんか、まあ、国民的アニメに見守られているという安心感があったんだけども、2021年はルーミックワールドコラボに、変わりました。で、そっから、まあ、無課金コラボはルーミックなのか、まあ、毎年変わるタイプになるんかなと思ったら、まさかの去年は、無課金コラボ、開催されませんでした。そもそも開催されませんでした。まあ、タイバニが50連無料あったんだけども、まあ、本当の無課金無料コラボっていうのは開催されなかったんだよな。まあ、どういうことなんだろうか、本当に。まあ、全然挟んでもいいと思うんだけどな。まあそういう感じで無課金コラボ挟んでオーブ貯める期間作っても全然いいと思うのよ。もう最近マジきついからオーブが。まあとは言ったけども傾向的にやっぱり今年も3月後半に普通のコラボのみという感じになりそうでな。だからまあ去年と同じようにこの試練の門とかいうわけわからんものをまあぶち込んで、やっていくと思うからやっぱ今週発表したらこっちに若干興味いってしまうということで、やっぱり水曜日になるんかな。難しいな、マジ。はい。ということで、まあ、3月コラボあるとは思うから、まあ、そこに向けてやっぱりオーブは貯めた方がいいと思うぜ。はい。ということで、まあ、今回予想があんまり普通なんで、ちょっとプラス情報持ってきたわ。はい。コトダマンとブルーロックがコラボ。もう決まって始まりそうと。いうことで、まあ、コトダマンっていうのは、そのモンストと、まあね、同じ会社ということで、まあ、関係深く、ここにブルーロック来たということは、まあ、全然モンストも考えられるよな。だってこれ見て、なんか、普通にもう、ガチャゲンで入れれる雰囲気ない?スポーツ漫画なのに。これすごいな、本当に。で、ブルーロックマジで面白いから、本当に来てほしい。まあ、これ来てくれたらマジ熱いよな。さあ、というわけでお次は、パズドラとガンダムシリーズコラボが決定して、もう始まろうとしているぜ。いやー、いつもモンストがした後にコラボするっていうのがパズドラ傾向的にあるんだけども、まあ、やっぱりやってきましたよ、本当に。まあもう、ジョジョは、モンスト6部とのコラボだったけども、パズドラね、オールスターのコラボやったよな。で、まあ、今回モンストはガンダムシリーズでコラボやってたから、もう同じタイプなんだけども、まあ、イラストがすごいのよね。パズドラで俺ガンダム全然知らなかったんだけども、まあまあその聞いたことあるよ、あるんだけども、そのモンストとガンダムコラボした後から俺も1ヶ月今ずっとガンダム見てんのよ。結構面白くてずっと見てて、ここで言うとそのダブルオーとウィングだけ見ていないという、宇宙世紀もほぼ見たし、あの新しいやつもね、水星の魔女もすっげえ面白かったで、で3日前、1週間前に見終えたのが鉄血のオルフェンズで、あれが多分一番ぐらい見応えがあった。見応えで言うと見応えがありすぎて、1週間経ってもずっと頭から離れないんだよな。そこで、こう、三日月いるの僕最高やん、これ。マジで。うわぁ、なんかモンストのガンダムの発表の時もう全然知らなかったから、もうなんか、今これ見るとなんかすごい興奮するよな。はい、ということで、まあもう、一ヶ月もうガンダム漬けの毎日を過ごしている。まあ、だからちょ、動画投稿、夜遅いの、それが原因ね。皆さん本当申し訳ない。はい。ということで、まあ、そんな感じ。まあ、水星の魔女のね、2期すげえ楽しみなんだけども。はい。今回ここまで、流進化されてご説明ください。
今回の通信コーナーこいつだ。ケラウノス。次の中でお手、アバン。